どうも、インフィニティチャンネルの吉田です。このチャンネルではインフィニティエージェントの社員がウェブマーケティングに関する動画をたくさんアップしていますので、よければチャンネル登録をお願いします。今回はなんとコラボ企画になっており、テーマはヤフー社と吉田が考えるウェブマーケティングということで、ヤフー社の清水さんに来ていただきました。よろしくお願いします。ありがとうございます。ヤフーの清水です。よろしくお願いいたします。清水さんには日頃弊社のクライアント様の広告アカウントのサポートだったり最新情報の共有といったところで大変お世話になっているので、社員一同感謝しております。以前は弊社の岡山とウェビナーを開催させていただいて、今回はインフィニティチャンネルに出演していただくということで、なかなか頭が上がらない状況ですが、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。なかなかこういった形で代理店様のお役に立てることも少ないので、はい、少し撮影ということで緊張してはいるんですけれども、はい、精一杯頑張りますのでよろしくお願いいたします。お願いします。改めて清水様が日頃どんな業務をされているかだったり、ヤフー社に入社された経緯も含めてウェブマーケティングについてお伺いしていければなというふうに思います。なので簡単に自己紹介の方お願いできますか。はい、まずヤフーに入社したのはですね、2019年の新卒で入社をしました。はいはい、ヤフーを選んだ理由としては、もともと学生時代に出版社でアルバイトしていた経験があったので、その経験を生かしたいなと思って大きなメディアに行きたいというところでヤフーに入社をしました。まあ、ただですね、今はあのメディアに関連する部署ではなくて、日頃サポートさせていただいている広告の営業の部門に所属をしております。代理店様を通してですね、広告主様のビジネスにまあダイレクトに関われるこの仕事はとてもやりがいを感じております。そうなんですね。学生時代は出版社のアルバイトをされてたんですね。はい、そうです。大学の1年生から4年生までずっと出版社でアルバイトをしてました。そうなんですね。はい、今その私たちのような代理店のサポートをされて、はい、まあ、やりがいを感じられてるというところですが、そんな清水さんにウェブマーケティングについてお伺いをして、こういった対談みたいな形でお話しできることを今日はとても楽しみにしておりました。はい、ということで今回のトピックはこちらになります。ウェブマーケティングについてお話をしていくというところだったんですが、今回はコロナに視点を置いて、コロナ禍でのウェブ市場の変化だったり、今後の広告業界といったところについてお話をしていければなというふうに思います。では早速お伺いしたいんですが、まずはウェブ市場の変化について、コロナ禍でかなりウェブ市場の変化って大きかったと思うんですけど、2021年の市場変化でどんな影響がありましたか。ニュースなどで報じられていた通り、旅行業界は本当にコロナの影響をもろに受けて、ご出向がかなり減っていた業種だったかなと思います。ただですね、一方で、コロナ特需という言葉が生まれたようにですね、総合通販系のクライアント様であったりとか、あとは電子書籍であったりとか、あとゲームなどの業種はですね、かなり在宅需要の波を受けてご志向を伸ばしていただいた業種だったなというふうに思います。確かにコロナ禍で自宅での食事とか仕事とかもする機会が増えた方多いと思うので、そういったところでコロナ特需と言われる業界が増えたかなというふうに思います。それに伴ってウェブを駆使したマーケティング活動を行っていきたいという人が増えたということですよね。はい、そんなこう市場変化がある中で、清水さんが個人的に驚かれたことだったり、やっぱりこうなるかという感じで予測されてたこととかってありますか。先ほど申し上げた通り、総合通販系のクライアントであったりとか、あとはゲームであったり電子書籍であったりとかの業界は、ある程度この在宅需要の波を受けて伸びるだろうなということは予測はできていたんですけれども、はい、なかなか予測ができてなかったというか驚いたっていうところでいくと、やはり自宅で仕事をすることによってある程度移動時間が削られたりとか、時間に余裕ができた方が多くいらっしゃったっていうところで、証券口座の開設の広告であったりとかっていうのがすごく伸びて、証券口座を開設する側のコールセンターとかがパンクして、いい意味で広告が止まってしまったりとかもあったので、そういったところは予想外だったなというふうに思いました。そうですよね。コロナ禍でいろいろ広告を出稿したりだとか、ウェブマーケティングを駆使していきたいっていう、前に進む動きだけではなくて、おっしゃってたようにいい意味で広告止めなきゃなとか、こういう活動を停止させなきゃなみたいな業界もかなりあったかなというふうには思うんですけど、やっぱりそこは予想外ですよね。今コロナ禍の影響で感じられたこととかをお話ししていただいたんですけど、今後はウェブマーケティングの市場としてどうなっていくのかっていうところはどういうふうにお考えですか。この先もアフターコロナとかウィズコロナっていうふうに言われ続けて変化し続けると思うんですよね。おっしゃる通りですね、市況の変化が激しく、商材によってはですね、需要を捉えるのがすごく難しくなってきているなというのはすごく日々感じます。そういう時代だからこそ、弊社でいくと検索データであったりとか、ユーザーの行動データなどをですね、うまく活用して広告配信であったりとか、広告主様のマーケティング活動につなげていくことがすごく大切だなと感じます。そうですよね、本当におっしゃる通りだと思いまして、商品やサービスの需要が低下しそうっていう中では、ユーザーにどう価値を伝えるか、その改善策を考えるときは、やっぱり媒体ごとの最新情報っていうのはすごく重要になってくるのかなというふうに思います。
では最後に今までの見解とかを含めて今後求められる広告代理店、ズバリどういう広告代理店かっていうところ、清水さんのご意見をいただけますか。はい、まあ、今代理店さんが数多くある中で、代理店戦国時代と呼ばれるこのご時世だからこそ、代理店様内のデータとか、知見だけではなくて媒体のデータを活用しながら提案を行える代理店様こそがですね、今後広告主様から求められる代理店になるなというふうに感じます。そうですね、媒体者様の持ってる情報って最新情報っていうわけじゃないですか。その情報をもとに施策を練ったり、その最新情報をいち早く広告主様に伝えていくということはとても重要ですよね。そうですね、やはり弊社の検索をはじめとするデータを提案に織り交ぜていただくことで、広告主様の納得度合いも格段に変わるなということは、日々代理店様を通してご提案をさせていただいていく中で感じることですね。そうですよね、そういった具体的なデータの数値とかってやっぱり納得度はぐんと上がりますよね。はい、最後の質問ですというふうに言った後に大変恐縮なんですけど、はい、もう一つ質問いいですか。はい、広告代理店目線にはなるんですけど、まあ、こういったコロナの影響を受けて今後どのような媒体者でありたいかっていう清水さんの考えというか意見で聞かせていただけますか。はい、まずはですね、コロナの前後に関係なく、広告主様であったりとか広告代理店様に広告の出向先として選んでいただいた以上ですね、広告の効果をちゃんとお返しできるような媒体でありたいなというのがまず前提にあります。これらを実現させるために弊社ではリアルタイムでユーザーニーズをキャッチできる多種多様なデータの保有というところを強みにしておりますので、これらをですね、さらに広告主様であったりとか代理店様に使いやすいような状況にしていきたいなというふうに思っております。かっこいいですね。広告って効果がもう最重要だと思うので、私たちもその効果が良くなるために常に更新されるユーザーのニーズだったり最新情報を把握した上で試行錯誤をして広告を運用しておりますので、やっぱりそのためには清水さんをはじめとする媒体者様のお力添えはもう必要不可欠だなっていうのを改めて感じました。これからもですね、弊社のデータ等を活用しながらイミニティエージェント様のお役に少しでも立てるようにお力添えできればと思いますので、引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。ではここでお知らせです。当社は株式会社インフィニティエージェントと申しまして、ウェブ広告運用を中心にウェブマーケティング周りのコンサルティングを行っております。概要欄にお問い合わせ先が貼ってあります。また広告担当者様に使っていただけるリスティング広告と Facebook 広告と YouTube 広告の解説書をご用意しておりますので、よければそちらもダウンロードしてみてください。インフィニティチャンネルということで、今回は清水さんと対談形式という形でウェブマーケティングの市場変化だったり広告代理店を含め今後どうなっていくのかというところをお話ししてきました。2年くらい前にコロナが流行りだしたかなという感じなんですけど、今になってもコロナに対する変化だったり今後の業界がどうなっていくのかというところは感慨深いなというのを改めて感じました。そんなウェブマーケティングにもいろいろ思うこともあったんですが、私初めての社外の方とのコラボということで非常に楽しみにはしていたんですけど、いざ撮影となるとすごく緊張したんですけど、まあすごく楽しい撮影だったなというふうに思います。僕自身もこういう撮影という形初めてだったので、まあ、ちょっと不慣れな部分もあったかなと思うんですけれども、改めてまあお声掛けいただいてありがとうございました。これからもですね、ヤフーとしてはですね、広告主様であったりとか、まあ、代理店様のお役に少しでも立てるようにですね、プロダクトの強化であったりとか媒体特有のですねデータ等をですねリリースする予定でございますので、引き続きヤフー広告をよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。そうですね、確かに媒体のアップデート情報っていう動画とかも出してるんですけど、やっぱり最新情報の把握だ配信っていうのはこうすごく大事だなというふうに思うので、引き続きこちらこそよろしくお願いいたします。お願いいたします。日々代理店さんとやり取りをする中で多いのが広告の改善であったりとかっていう部分なので、こう撮影っていう形は初めてだったので、こういった形でも役に立てるんだなということが僕自身も分かったので、すごくいい経験になりました。そうですね、すごく嬉しいです。はい、その社内でもこう清水さんとのこうやり取りだったり聞いてて、まあ、本当にその広告に対することのお話が多いので、やっぱりこう YouTube のことでこう私はこうコンタクト取れるっていうのが、まあすごく新鮮で嬉しかったので、まあ、今後もそういったところでもこう私こそこうお役に立てる何かあればいいなというふうに思います。ということで、今回の動画の内容がいいと思った方は応援のグッドボタンとチャンネル登録もぜひお願いいたします。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。